吉おめでとう。そうなんですよ、久々に久々に当てました。はい、中央久しぶりに当てましたわ。ありがとうございます。よかった、よかったでございます。はい、こんばんは。ボーンと言います。ボーン。ストーブつきました。こんばんは。最近当たらんからと乗らなかった、外れたね。私乗ると外れるのかもね。電話に出てよと。はい、私も携帯を見たら着信がない件がかかっておりましてね。水野さんがお怒りでした。会場にいた人いるよね。はい、ちょっとそれどころではなくてですねそれどころではなくて、はい、まあでもなんかあのいい意味で、いい意味でね、美味しく美味しくなってたと聞いたので、それもそれでありだなといい意味で、はい、いい意味で美味しくなってたみたいな感じのことを聞いたので、会場で、はい。アイリー今ショールームしとる？アイリーちゃんね、電話出てたプリマに加入。そう怒られますよ、私がプリマに加入ですって入ってきたら怒られますから、うん。まあ、でもね、よかったです。プリマちゃんもね、3人でステージ作ってすごいですよね。はい、ちょっとね、それどころではなかったので。ちょっとね、申し訳ございませんでした。はい、なのでまた何かあればお電話ください。次はちゃんと出ます何かあればはいお電話出ます。しっかり次こそはね、はい、チャンスを逃したくないね。もうかかってこん、さすがに無理か、さすがに無理かね。毎日構えないと。ラストチャンスやったんこれ、本当にラストチャンスやったん。じゃあもうプリマは程遠いということですね。私のプリマ加入は程
ということで、はい、カニライクやめてカニライク希望持てる、本当にカニライク押してってね、みんなよろしく押してください、カニライクをね。まあちょっとみかん前さんで取り上げていただくっていう、まあ、希望しか今ないので、はい、お願いします。ニューシングルにカニライクの曲ありませんでしたね。あの、あるわけがないあるわけがないって言ったらちょっとあの二人に失礼なんですけど、はい、まだまだですね、はい、まだ知らない方いっぱいいるので、カニライクの名前を、はい、まあね、そのぐらいあのプリマちゃんと対バンできるぐらいに、はい、頑張りたいね。カニシャスやったら笑うやろ絶対、こっち本気あんのに。カニシャツ、いつかね、いつかですね。ラホノのすごかったよね、確かにね、本当に素晴らしい同期です。うちの同期はみんなうちの同期はすごいです。ホノユニット出たよ、まだプレシャスの振り覚えてる、うん、サビならいけると思う。立ち位置まではあれかもしれないですけど、移動とかね、懐かしいね、私がやってたのはもう。リワイを忘れていきますよ、やらなかったら。だからまあ練習が大事ですね。やらなかったら忘れるもん、そうなんですよ、そうなんですよ。私のプレシャスを見た方は本当にレアでしたね。もう私のユニット上できないので、はい、めちゃめちゃレアです。振り覚えは別に早いわけじゃないよ、私。昔よりはね。まだ重ねた足跡と覚えてる。ちょっとあのダンスメドレーは、
まあなんか曲流れたらこうニュアンス的に踊れるけど完璧には無理かもね。そうね、懐かしいね、重ねた足跡とかね、体は覚えてますよ。どれくらいの時間があれば思い出す。え、どれくらいの時間があればどうなんだろう、まあ、振り部員見てって感じだね。モーニングエスケープ覚えてるよ。じゃん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 、まあなんとなくまだ踊れるかも。うん、なんとなく多分ちょっと違ったかもしれないけど今、うん、なんとなく、まあ、あれはやってもずっとやってたから。モーニングエスケープね、もうやる機会はないね。はい、多分ないね。もうね、あれは伝説の1回だけなんで、もうあの1回のために毎日毎日みんなで朝起きて寝る前もちょっとやって、夢の中でもやってまた起きてやって、そうですよ。1ヶ月間、1ヶ月間というか、まあ、2週間ぐらいか、2週間1週間ぐらいで、そう2週間かな、2週間前に振り入れされて、で1週間ぐらいで詰めてみたいな感じかな。まあ立ち位置とかいろいろもろもろいろいろもいろいろ変わってるので、まあ、ステージ立ってみたいな、調整してみたいなやってました。はい踊れるスルーザナイトは、はい、ちょっとだけなんとなくです。昔にやったから完璧には踊れないかな。はいお君に、いい曲だよね。一回やったんですけど、そうちょっとサビぐらいしか踊れんの、感想はもう忘れたの、難しい感想。はい、そうね、うん、何の曲やったか覚えてるもん。そうそう覚えてる覚えてる。でも私やったことない楽曲もいっぱいあるよ。基本まあね9年ぐらいいるので方法やってますかね。683日です、ありがとう、ありがとうございます。ありがとうございます。もうちょっとで700日です。700日は何日ですか自分で数えろって話なんですけど、ありがとうございます。3、4、5、6、7、8、9、10、17日、
進めてください。17日、2月の7日、ありがとう。まあできればちゃんと毎日できればですけど、はい、2月7日でございます。ホールケーキは食べませんよ。ケーキは食べます。ホールケーキは食べません。ホールケーキは2年かな。はい、その毎回毎回ホールケーキ用意してたらあれかなと思うので、はい、てか2月バレンタインがございますね。と言ってもちょっと自分で作るっていう選択肢はどうしようかって今こう悩んでる最中なんですけど、そうね、メンバーに去年もメンバーにあげたんですけど、自分の手作りではないので、はい、どうしようかなと。はい作る時間があればですね。まあ、あとアムールジュショコラ多分今年もやるから絶対にいろいろ買いたいと思います。今年も絶対に行きます。もちろん行きます。いっぱい買うよ。またなんかおすすめあったら教えてね、皆さん。はいそれでは皆さん今日もありがとうございました。おやすみなさい。おやすみー。